最近まではですね、僕会社員をやっていて、まあ、仕事の合間を見ながら撮影とかをして、投稿していたんですけれども、ちょっとですね、4月をもって会社員を辞めることになりまして、でその後、いろいろあったんですけれども、もう一回大学を受験するということになりました。で今、あんまり出張できてないんですけれども、まあ、受験勉強をしているので、あんまり今までと同じような頻度で、まあ、週1か週2ぐらいでの動画投稿というのはできなくなります。多分不定期で、まあ、よくて2週間に1回で、まあ、場合によっては3週間に1回とかの投稿になるかもしれないんですけれども、まあ、最近ね、すごい登録者も増えてきておりまして、まあ、500人弱ぐらいなんですけれども、例えば、TH ライナー東部の、ライナー列車の紹介とかで、そういうのを皆さん見ていただいて、期待いただいている方も多いとは思うんですけれども、ちょっとね、活動が停滞してしまいます。場合によっては3、4ヶ月ぐらいこの、投稿頻度、低い投稿頻度が続くと思うんですけれども、何卒ね、ちょっと活動を抑える期間が終わってからの、チャンネルの発展のためにも、登録はそのまま続けていただけると非常に助かります。まあ、とにかく投稿頻度が落ちますけれども、許してくださいねということでした。ということで、ご視聴くださいましてありがとうございます。